さあ始まりました。本日もドーさんがお送りする拠点が浮いてりゃ怖くないセブンデイズトゥーダイのお時間がやってまいりました。いや前回の圧勝ね、皆さん見ていただいたと思うんですけども、このハゲた天空の城ハゲた滑ってねえし別に滑ってねえしはい、この前回の拠点のね、これもねフェラルからだいたい今10時間ぐらい作業をしたかな。でちょっと改良を加えました。で何を改良を加えたかというと、まあ、結局前回の、まあ、ままのハゲたのままだと、まあ、浮いてるだけという状態なので、まあ、結局グレネードを使わないといけないじゃないですか。まあ、なので今回はこのグレネードを使わずにですよ、トラップを使って今度はこの循環できるような無限ループできればなと思って完成したのがこちらでございます。名付けてブラジルまで行ってらっしゃい岩盤までブレードトラップゾンビ無限ループ永久期間でございます。掘りましたよ、ブラジルまで頑張って掘りました。下まで結局、こっからですね、何マス行けたかな、50何マスぐらいで、岩盤まで行くことができました。で、まあ、下まで一回掘ってみたんですよね、綺麗に。で、まあ、今回やろうと思うのはですね、まあ、結局前回の動画でこのラピュタってもう言ってまっとるやないかいハゲタの下にですねゾンビたちが固まる入ってくるのは分かったんで、そこを全部ブレードトラップにしてですよ、ブラジルまで、まあ、岩盤までね行ってしまえばいいんじゃないかと。ちょっと降りてみますか。こういう感じで、ふい、おーおーおーおおおおい、はい、どうですかこれブレードトラップ。でもね、ここの標高、まあ、他のところの標高がどのぐらいの高さにあるか分かんないんですけど、私がこのラピュタを作ったところの標高がそんなに高くはなかったんですかね、まあ、横向きにブレードトラップをぶわーっと並べて、これでも28台ブレードトラップし置けなかったです。でここまで落ちたゾンビたちはこの階段を使ってですよ、ぶわーっと上まで地上まで上がってくるわけですよね。次はもう登れなくなるんで上に。でルート計算が入ってきっとここの階段を駆け上がってくれるだろうと。で日本まで来ると、ブラジルからね、遥か彼方日本まで上がってきて、このデスロードですね、バージンロードならぬデスロードをゾンビたちがね、大量のゾンビたちがここを走ってきてまた私をめがけてくるんですけど、またブラジルまで行ってしまうと。このね、日本とブラジルをこの行き来する、これがまさにセブンデイズの国際交流と。え、何ですか、滑ってないですよ別に別に滑ってないですけど。なんかさあ、それでは早速フェラル当日までワープしていきたいと思います。いきます、フェラル当日まで、せーの、ふい、よいしょーいと。さてフェラル当日迎えました。さあそれでは早速準備していきたいと思います。まあ、でもついにね完結しちゃうと思うんですよ今回の拠点で。なんだかんだね、これでまだ待ってるだけですからね、私はフェラル終わるのただひたすらね。いや今回はね、よし、来ましたゾンビさんたちが、はい、いらっしゃい、どうもどうも。さあ、もう着々とブラジル行ってますね。あはは、行ってますね、ナイスナイスです。おおおお、下へ参ります、ブラジルへ行きます。私たちは今から国際交流ブラジルへ参ります。ナイスよーし、みんなバルスに吸い込まれていきますね。おお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 、行ってらっしゃい行ってらっしゃい。そしてこの下に落ちていったゾンビたちは階段を登ってですよ、日本に戻ってくるという、まさにこの国際交流皆さんにお届けできるんじゃないでしょうか。どんどん吸い込まれていきます。吸引力の変わらないただ一つの迎撃拠点、天空の城ハゲタ。いやー、いいですね。あとは向こうからね来るの待つだけなんで、このバージンロードならぬねデスロード、いや待つだけですね。さあさあいらっしゃい。全然来ないですね。まあ飛行機ってやっぱさ、国際線ってよく遅れたりするじゃないですか。わかりました。そうやって私が来てないかなっていうので、あれ遅いなみたいな感じで確認しに行った時にタイムラグでこうバッと来るやつでしょ。いやその手にはかかりませんって。Can you celebrate?
Can kiss me tonight。 バージンロードと言ったらナミエちゃんじゃないですか。新しいゾンビが来てないってことは死んでないってことなんですよね。ゾンビがブレードトラップで死んでたら新しいゾンビが来るはずなんですよ。絶対行かないから、絶対行かないから。いや、これで行ってもう向こうのゾンビたちの思うツボじゃないですか。これで私がもう待ってて待てて待てとね、来ないからって言ってビビってこれが様子見に行って、そしたらもうその時点で私の負けなんで、もう絶対見に行かないですから。あー、もう全然来ないやん、全然もう全然来ないじゃん。もういやいやいや、もうワンチャンフェラル終わってっかもしれないからね。まさかまさかのフェラル終わってるからこの2人はういいる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 、ちょっと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 、いる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 、バージンロードバージンロードバージンロード、なんでなんで私がバージンロード歩いとんねん。ちょっと待て、ちょっと急いで急いで、ちょっと待て、ちょっとちょっとちょっと、はい、乗って、ちょっとブロック回収して、回収できない、おしゃしゃ、回収して、やばい、なんでこの時間差、相当待ったけど、そんなにじらす、これ、え、そんなにじらす、おしゃしゃ、入った、とりあえず、はい、よし、危ない、マジ危ね、よし、またパルス、またブラジルへ行ってらっしゃい。いや、違うでしょ、え、なんで、嘘でしょ、距離の問題、これ、え、長すぎた感じ、これ、ひょっとして、いや、これだってさ、もう今、ゾンビの声聞こえてっから、これやっぱここに来て、あれ、あー違う、途中で穴掘ってる、ちょっと待って、穴掘ってる、ちょっと待って、距離が長すぎたの、階段の距離が長すぎた。はい、距離が長すぎたんですね、今回は。いやー、でもね、屈しないですよ、私は屈しないです。まあ、今回はブラジルまで一回落ちます、で日本まで帰ってくる階段の長さが長すぎて、途中のニュージーランドかな、いやー、ハンガリー、いや、フィンランドらへんじゃないですか。で、みんなトンネルを掘って最短ルートで来ようとしちゃってるってよ。まあ、なので私さらなる対策を取りました。こちらでございます。名付けてハゲテンじゃねえの、あ、間違えた、リオデジャネイロからの直行便ゾンビ永久期間バージョン2でございます。いやね、前回のねフェラルからの教訓またね学びまして、改良を兼ねてこちらはしごでございます。いかがですか。いやね、私の記憶が正しければですよ、じゃあこれ曖昧なんですけど、確かはしごね、一回京子が登ってきたんですよ、はしご。ってことは他のゾンビも登るんじゃないかなっていう勝手な予想ですよ。いや、まだ試してないんで、全然わかんないね。これ結局またぶつけになっちゃうと思うんですけど。かなりのまた冒険。おそらくですよ。下まで落ちたゾンビは、まあ、前回のバージンロード拠点にしとくと、バージンロード走、まあ、距離が長いんで、どうしてもブラジルまで下まで行っちゃうと、あの高さが、なんでこの距離が必要になってくるんですよ。ただ、今回距離の問題なんで、ここからバー落ちて、よいしょって来たら、もう次は、あのバージンロードの方の道は、ブロック3ブロック4ブロックぐらいでもう封鎖しておきました。穴封印して、そうするともうこの直行便しかないんですよ、この階段のね。で、これ階段を、おそらくですけど階段をゾンビは登ってくれるんじゃないかなと思うんですよ。前あの本拠点、前のシーズン1の時に使ってた本拠点で階段の上に京子が登ってきた記憶があるんですよ、他のゾンビたちもね。だからおそらく登ってくれるだろうと信じて、今回のフェラルもう一回挑んでみたいと思います。それではフェラルの時間までワープしていきたいと思います。いきます、せーの、ほい、よいしょ、はい、オッケー、さあ準備してフェラル向かいますか。さあ今回こそはですよ、今回こそは銃を使わなくても勝てる。あー、そっち側から来るのね、はい、そっちから来ますね。オッケーオッケー、じゃあちょっと下で迎え撃つ感じでドア閉めて、はいはい、さあ来るか、そっち、こ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 っちで、こっち、こっち、あれ、いた、
これおしゃ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 入った入ったよし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 順調な順調な滑り出し順調な滑り出しで問題はですよ問題はここから階段登ってきた階段登ってきましたね今直行便来たね直行便落ちて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 登ってきてるちょっと見にくいねこれ登ってきてる登ってきてるよし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 オッケーオッケーオッケー登ってきてる登ってきてるあれちょっと待ってちょっと待ってマツコさんがなんかちょっと変な動きしてますねちょっとごめんもう撃つわもう撃つもう撃つそこちょっと壊しもったら困る そこは破壊モードは困るからちゃんとルートをねオッケー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 来てる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 ちゃんと一周してますねよし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 みんな来いみんな来いよし来てる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 ちょっと迷いながらもわっしゃ成功成功これ成功じゃないですかちゃんと来てるわいやーでもみんなすげー迷ってるすげえ迷ってるあそこでちょっと固まり始めたあそこで固まっちゃうのねあそれまずいそれまずいそれまずいちょっと一旦ちょっとそこちょっとそこまずいわそこ一旦解散しようそこ解散よし解散そこじゃないルートはそこじゃないこっちだよこっち、まあ、これ多分私の立ち位置ですねここの一ブロックずれるだけでもうこれダメだわこの位置だとちょっと迷いにくいんじゃないですかあー私がいる位置が問題立ち位置が問題でワンブロックずれると溜まっちゃうんだよそこの通路であ多分一応ルートは回ってますねオッケー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 永久期間になってますねはい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 で一応これブレードトラップが壊れてもいいようにいやまだまだ28台あるから下に上の1台2台が壊れても当分まだぐるぐるいけると思うんでこれでいけるんじゃないほら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 回ってるいや若干の迷いはあるんですけどゾンビたちのこれ立ち位置ですねほら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 やっぱそうだ立ち位置重要ですねこれここの位置に来るとちょっとカメラ的にね絵的にちょっと、ね、見にくくなっちゃうんでいけないんですけどここに来るとみんな吸い寄せられるんですよこのブロック私の明日の真下のところねここに来るとみんなぴょぴょ入ってってループ入るんですけどこっち側階段を覗こうとすると一ブロックずれると真ん中辺に溜まっちゃうあーでもこれは大成功ですねいや今回もね私の圧勝でございましたね無事にフェラルね、無事に完結いたしましていやもうね勝っちゃいますわどうしてもやっぱね頭脳で戦わないとねフェラルはねダメですねやっぱ知恵と工夫の結晶と言いますかまあまあね今回も圧勝でございました、ということでですね、今回の無限ループいかがでしたでしょうかぜひともね、高評価チャンネル登録何卒よろしくお願いいたしますそれでは今回の動画はこのくらいでまた次回の動画次回のシリーズでお会いいたしましょうお楽しみ様でしたまああとはもう見てるだけでいいのでしまったそうだ警官の毒吐き忘れてたわしまったいかんちょっとまずいちょっと警官はやっぱやっつけなあかんすね警官対策をどうにかしとかないとあこれやばいなちょっともうでもちょっとさすがにちょっと慎重にこうこれ修理してさすがに落ちるわけにはいかないんでいやもうさすがにやばいでしょとりあえずちょっと今回は圧勝できたいんでさすがにねちょっと警官さえ気をつけとけばいいんであんま動かないようにしてこっからやれば大丈夫落ちないですか大丈夫です大丈夫安心してくださいよし俺もうねもう前回もうマジで本当フラグ回収お疲れ様ですみたいな感じわざわざオチをつけてくれてありがとうございますみたいななんかコメントたくさんいただくんですけどいやだからみたいないやだからねいや今回はちゃんと勝ちたいからうんでも冷静にいくからねちょっと本当お願いします警官やっつけてよし殺しとけば大丈夫でああもうちょっとだからじゃあ勝ち合ったああもうああ嘘うわなあもうだからもうもうああもうなんでこれまたあれじゃんまた落ちって言われいやもうわざとですもうはいもうわざとやりましたわざとやったっていうことでいいじゃないですかこれもだってさじゃ今は本当に真剣